片田徳郎クが肖像編、大野・徳郎六月6月24日昭和9年4月27日は、大分県出身の洋画家である。昼休み、大分県西国崎郡高田町生まれ、明治45年、東京美術学校卒業。文展第3回に、夜の自画像、第4回に、高菊白菊、第5回に、ある人の母を出品した。第十回出品の、 浮上目浴と第11回出品の木女部東図は、当時では珍しい伝統的な題材と復古的な重厚な色彩とが異色で、以後、定点における日本化された洋画の代表者と目され、大正7年、かか美人、大正8年、壁歴、昭和4年、秋数、昭和7年、秋か一子を定点に出品した。この間、審査員に挙げられ、 また受賞歴があり、また、絵画団体を結成し、また、明治神宮絵画館壁画、憲法発布官兵式行行経図を描いた。大酒のために心身を害して、昭和9年4月に失踪し、名古屋市中門前町本願寺別院境内で、石帯で発見された。ウィキメディアコモンズには、片田徳郎に関するカテゴリーがあります。ありがとうございます。